はい、今日は10時55分からの天気観測です。今日曇ってます。ただ雨はさっき降ってたっぽいですが、今は止んでますね。はい、で、海の方はこんな感じです。今日も風が冷たいですね。そして雲はあっちの方、対流雲、層積雲、ちょっと不安定かなっていう感じですね。寒い今日も。はい、15分前でございますね。引き続き、陸側の層積雲の雲、低い雲ですね。雨は降ってないと思います。確認できません。はい、そして海側、さっき少し晴れ間があったんですけど、また雲に覆われちゃいましたね。かなり寒さがあります。カモメがあそこで覗いてますね。はい、今日はあまり天気良くないのかな。今日もね、寒い。はい、12時半ですね。陸側の雲は層積雲が雄大積雲っぽくなっています。その上は青空が少し見えますね。あ、はい、見えます。ところどころで隙間が見られます。はい、そして海側はこんな感じですね。海側の方がちょっと多いですね。人はまばらに砂浜に置いたりするという感じですね。はい、14時ですね。風がね、だんだん強くなってきましたね。本当寒いですよ。で、ね、波もね、ちょっと高まってきた感じがします。はい、そしてさらば層積雲の海雲になってますね。それ以外は特に変わりなし。晴れはもう消えましたね。はい、16時20分です。はい、ちょっとシエスタで爆睡してきたなら見てください。あそこのところを境にしてですね、向こうは青空です。こうなってましたね、知らないうちに。とってもいい感じです。気温も上がってきたんですかね。ただ向こうの方は暗黒な感じですね。暗黒な感じが広がってます。陸側もちょっと雲が怪しいですし、まだよく分かんない原点気ですけど、でもあそこから境にやる境目が見えたら面白い。うん、はいはいはい、ってな感じです。はい、17時13分です。海星、あ、じゃあ海星じゃないと。ところどころ、まだ高いところに雲ありますが、左から右に雲が移動しててますね。向こう側、ちょっと大気の状態不安定な感じの雲残ってますけど、晴れの範囲が広がっています。はい、海もこんな感じです。楽しく自転車で走ったりするんですね。さあ、どうしようか。今日はこれで観測終わりにしようかな。もう一度考えとこう。18時です。はい。継続的に晴れるようになりましたね。とてもいい太陽が、反射していいですね。本当に青空、ほぼ快晴になってきた。ただ、陸側はやはりこう雲がある。だから、あそこら辺が前線なのかな。ね、雲がほら、あんな感じですよ。そうだ、まあ、乾燥空気が向こうから来てますね。人々も歩いてます。はい。ってな感じです。20時でございます。ちょっとさっきよりも雲が増えてきましたね。このようになってます、ね、はい、
でも優遇ですけどね、あ、カモメモード僕のスマホを餌だと思ってますよね。はい、こんな感じです。とても素敵なね、夕暮れになってるんですかね。さあ今日はもうこれでおしまいかな。